候補をやちまた。平成30年1月1日発行、第796号。発行、やちまた市。編集、総務部秘書広報課。発行、毎月1日15日。郵便番号289-1192。千葉県八街市八街保35番地29。電話043-443-1111。ファックス043-444-0815。ホームページ http://www.city.yachimata.lg.jp/。 提供八街市役所。制作八街市朗読グループ山彦。協力八街市社会福祉協議会。皆様、明けましておめでとうございます。今年も皆様にとりまして、より良き年でありますよう、ご祈念申し上げます。それでは、主な内容をご紹介いたします。八街市長挨拶。平成30年成人式を開催します。八街歴史探訪、明治時代の八街。主権民税や確定申告の申告書は自分で書いてお早めに。八街市児童クラブ平成30年度入所希望者募集。1月の移動交番情報。みんなの広場。こんにちは、保健センターです。以上でございます。人口の動き。12月1日現在、人口 71,351 人、前月比マイナス34人、男 36,379 人、女 34,972 人、世帯数 31,392 所帯。活力と希望にあふれ、誰もが住んでいてよかったと思える八街を目指して、新年おめでとうございます。市民の皆様におかれましては、輝かしい初春をお迎えのこととお喜び申し上げます。また、平素より市政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年を振り返りますと、八街市総合計画に掲げる8つのまちづくりの取り組みとして、八街バイパスの一部開通、国道409号朝陽小学校脇の交差点改良、えのきど駅整備事業の進展、八街駅南口への防犯ボックスの開設、欅の森公園用地の購入、病後児保育事業の開始、子育て短期支援事業の開始、小規模保育事業所の開設支援、地域包括支援センターの増設、脳ドック受診時における費用の一部助成、高齢者外出支援タクシー利用助成事業の開始など、
住みよい町づくりのための諸施策を着実に進展させることができました。今後も引き続き継続中の重点事業に取り組みながら、国道126号沖入口交差点や墨の十字路交差点改良事業、児童館の設置などハード面における住環境の整備はもちろん、基幹産業である農業を中心とした産業の活性化、安心して子どもを産み育てることができるよう、子育て世代への支援強化、全国に先駆けて始めた幼少中高連携教育による特色ある教育活動の推進など、教育や福祉、産業といった各種施策をバランスよく充実させながら、引き続きしっかり八街市のまちづくりに取り組んでまいります。特に産業振興策として昨年から開始しました八街落花生祭り2017では、大変多くの来場者をお迎えし、盛会日に終了することができました。今後も産業祭りと同様に継続して開催することによりまして、農商工業の産業全体の活性化を図ってまいりたいと考えております。これからも市民の皆様がふるさと八街により大きな愛情と誇りを持てる活力と希望にあふれ、誰もが住んでいてよかったと思える八街を目指して邁進する覚悟であります。今後ともさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。結びに、本年も市民の皆様にとりまして、ご健勝で充実した一年となりますようご祈念申し上げ、年頭の挨拶といたします。八街市長北村真嗣。八街駅南口防犯ボックス開所式、平成29年4月13日の写真が掲載されております。また八街バイパス一部区間が開通、平成29年3月22日の写真、また安倍総理に落花生を PR、 平成29年11月24日の写真が掲載されております。えのきど駅東西自由通路および橋上駅舎、平成31年3月完成予定の写真が掲載されております。八街落花生祭り2017、平成29年9月24日以上の写真が掲載されております。平成30年成人式を開催します。日時1月7日日曜、受付午前9時から、開式午前10時から。会場中央公民館、対象平成9年4月2日から平成10年4月1日に生まれた方、新成人社会貢献企画として地域貢献品贈呈のための募金を実施します。多くの方のご協力をお願いします。中央公民館の駐車場は限りがありますので、車でのご来場はお控えください。臨時駐車場として八街中央中学校の駐車場をご利用ください。会場周辺の店舗駐車場への駐停車は高額となりますので、絶対にしないでください。成人式当日は中央公民館、郷土資料館、市立図書館とも臨時休館となります。式典に出席される新成人の方に市から記念品を贈呈します。式典に出席できなかった方にも記念品をお渡ししますので、案内はがきを持参の上、社会教育課までお越しください。記念品引き換え期間、1月9日火曜から3月31日土曜、問い合わせ社会教育課、電話
043-1464。第2弾婚活イベントを実施します。ハローマイラブ、恋始めませんか？日時、3月4日日曜、午後1時から4時。会場、炭火串焼き厨房ひな屋。対象、男女とも25から45歳の独身の方。男性は八街市内在住に限ります。学生は除きます。定員、男女各10人。申し込み多数の場合は抽選。今年度第1回目の参加希望者への優先制度あり。参加費、男性4000円、女性1000円。申し込み期間、1月4日木曜から2月2日金曜。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し、持参、郵送、ファックス、E メールのいずれかで企画制作課へ提出してください。郵便番号289-1192、八街市八街保35-29、ファックス444-0815、E メール kikau@yachimata.lg.jp。 申し込み書は市ホームページからダウンロードするか、市内公共施設などに配置しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、企画制作課、電話 443-1114。 第61回八街市ピーナッツ駅伝大会を開催。日時1月14日日曜、小雨欠航、好天時中止。コース、スタート午前10時、スポーツプラザ。中学女子、女子の部は南部老人憩いの家前を午前10時30分頃スタートします。ゴール午前11時10分頃、スポーツプラザ。部門、中学男子の部、8区間21キロ。高校の部、一般の部、オープンの部、5区間21キロ。中学女子の部、女子の部、5区間 12.35 キロ。大会当日は、選手走行時の安全を確保するため、コースへの路上駐車、大会役員車などの無理な追い越しはご遠慮ください。スタート時には、交通規制、車両通行止め含むを行います。コース周辺道路は大変混雑しますので、応援する場合はなるべく車での移動はご遠慮ください。コース上に大会関係車両以外の駐車場はありません。また、コース周辺にお住まいの方に迷惑とならないようご協力をお願いします。JA 千葉未来、八街市優良特産落花生業界社会より、キャロットジュースの試飲や落花生の試食が行われます。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 443-1465。 大会コースの図が掲載されております。平成30年度資源回収実施団体の募集と説明会を開催します。市では資源ごみ、古紙類、スチール缶、アルミ缶、瓶類を回収する市民団体を募集しています。回収量に応じて
1kg あたり4円の奨励金を交付します。資源回収実施団体の登録要件は次の通りです。市内で活動する市民団体であること、資源ごみ集積所を設置し管理できること、計画的な集積活動を実施できること、登録希望する市民団体には説明会を行います。代表の方がご参加ください。日時2月1日木曜午後2時から、会場中央公民館、平成29年度登録の有効期限は平成30年3月末です。すでに活動を行っている資源回収実施団体も申請が必要となります。問い合わせクリーン推進課、電話443-6937。八街歴史探訪41、明治時代の八街4。今回は八街の開墾事業を先導した人物の一人の西村郡司を紹介します。西村郡司は文化11年1814年に現在の埼玉県さいたま市で生まれ、幼少期から商業で身を立てることを志し、江戸で油商を営む丸屋西村三郎兵衛の下での奉公を経て、油商、保守家商、米問屋などを営みました。その後活動の場を横浜に移し、外国商人との貿易業を営むようになり、郡司は三井家や小野組といった横浜の富商たちで構成された貿易会社東京商社に入り、彼らと活動を共にしました。郡司が商社で活動する一方で、明治3年1870年に政府は江戸幕府崩壊後の住民たちを救済するための下総開墾事業を展開します。事業推進のために開墾会社を設立しましたが、この会社の母体となった組織が東京商社だったのです。その開墾会社社員が各開墾地を引き受けることとなり、郡司は桜巻のうちの一つであった柳沢巻、八街市北部などを引き受け開墾事業を担いました。しかし休眠によって進められた開墾はうまく進まず、翌4年の時点で郡司が引き受けた柳沢巻での農業が可能となった土地は全体の約 11% にとどまりました。当時政府から貸与されていた20万両はすでに使い果たし、打ち続く災害でさらに20万両が赤字となっていました。郡司たちは苦境を乗り切るために政府へ7万両の拝借金を要求しますが、政府から出された回答は貸与金20万両の返還免除と、桜巻のうち開墾地として予定していなかったお孫巻の土地の寄付というものでした。こうして政府は下総開墾事業から全面撤退することとなり、開墾会社も解散することになります。このような結果を受けながらも、郡司らは自らの資材を出資し続けて、その後の開墾事業を進め、小学校の建設や神社の創設など八街の発展に尽力していったのです。問い合わせ郷土資料館、電話443-1726。西村郡司肖像画の写真が掲載されております。八街市障害福祉計画、障害児福祉計画のパブリックコメント実施。障害福祉の推進を図るため計画の見直しを進めています。平成30年度から32年度を期間とする八街市障害福祉計画、障害児福祉計画の案を取りまとめましたので、この案に対するご意見をお寄せください。募集期間、1月10日水曜から2月13日火曜。閲覧場所など市ホームページ、障害福祉課、土曜日曜日祝日を除く、市役所ロビー、
土曜日曜日祝日、中央公民館、図書館開館日、スポーツプラザ開館日、市役所公文書公開コーナー。応募資格、市内在住在勤在学の方、市内に事業所営業所を有する個人法人団体の方、意見の提出方法、意見と氏名、住所、電話番号、団体名、所属している方を記入し、E メール、郵送、ファックス、持参のいずれかで、障害福祉課へ提出してください。提出先、郵便番号、289-1192、八街市八街保 35-29、ファックス、443-1742、E メール、syogai@city.yachimata.lg.jp。 問い合わせ、障害福祉課、電話、443-1649。家庭用小型合併処理浄化槽の補助金制度。家庭用小型合併処理浄化槽を設置する場合には補助金制度があります。補助金の対象は公共下水道区域外で個人の住宅です。工事着工前に申請をしてください。すでに設置している場合は対象とはなりません。当該年度の予算が終了次第受付終了となります。問い合わせ環境課、電話443-1406。補助金額、1、単独処理浄化槽から転換する場合、5人槽、高度処理型、624,000円、通常型、512,000円、7人槽、高度処理型、666,000円、通常型、594,000円、12層、高度処理型、756,000円、通常型、728,000円。2、取り組み便槽から転換する場合、5人層、高度処理型、544,000円、通常型、432,000円。7人槽、高度処理型、586,000円、通常型、514,000円。10人槽、高度処理型、76,000円、通常型、648,000円。建て替えは除きます。障害者手帳をお持ちの皆様へ、障害者手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、転居などをした際、法令により居住地等変更届の届出が必要です。マイナンバーとの情報連携ができます。障害者手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳は、今後、マイナンバーを使った情報連携ができるようになります。障害者手帳の登録内容が正しく、マイナンバーで情報を得ることができれば、他の手続きの際に、障害者手帳のコピーを提出する必要がなくなる場合があります。障害者手帳に書かれた情報、住所・氏名などが変わった場合、またはすでに変わっている場合には、必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当課に、居住地等変更届を届け出てください。問い合わせ、障害福祉課、電話 443-1649、ファックス 443-1742。 水道の冬支度をしましょう。夜の冷え込みにご注意を。気温がマイナス4度以下になると、防寒の不完全な水道管は凍ったり破裂したりします。特に、剥き出しになっている水道管や
温水器の配管部分、強い風が吹き込む場所や日陰などに設置された水道管は、早めに冬支度をしましょう。水道管が破裂した時の対処法。止水栓を閉めて水を止めるか、破裂した部分に布かテープを巻きつけるなどの応急処置をしてから、市指定工事業者へ修理をお申し込みください。水道が凍って出ない時の対処法。タオルをかぶせた上から、ぬるま湯をゆっくりとかけ、凍っている場所を溶かしてください。この時に熱湯をかけると、水道管が破裂したり、ひび割れすることがありますのでご注意ください。水道管などの防寒の仕方1。水道管に保温剤などを巻いてください。なお、毛布や布などを利用される場合は、濡れないよう上からビニールなどを巻いてください。蛇口部分が破裂しないので完全に包んでください。2. メーターボックスの中に毛布や布切れなどを入れたり、メーターボックスの上に段ボールなどを乗せてメーターボックスを保温してください。問い合わせ、水道課、電話 443-0677。 試験民税や確定申告の申告書は自分で書いてお早めに。八街市役所と成田税務署では、申告期間中、申告書作成会場を設けていますので、期限内に申告されますようお願いします。八街市役所会場など、詳しい内容は広報八街2月1日号に掲載します。八街市役所の申告期間、会場、市、県民税の申告と簡易な確定申告は八街市役所で受け付けます。申告期間2月16日金曜から3月15日木曜、土曜日曜日を除く3月11日日曜は受付します。受付時間午前8時45分から正午、午後1時から4時、会場、午前8時15分から。混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがあります。申告会場、市役所第4庁舎、第4、5会議室。注意点、譲渡所得、土地、建物、株式など、青色申告、贈与税、相続税、消費税などの相談はできません。申告書作成済みの場合は提出できます。公的年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告の義務はありません。所得税及び復興特別所得税が還付になる方は、確定申告をして還付を受けることができます。ただし、試験民税の計算で医療費控除や生命保険料控除などを受ける場合は、試験民税の申告が必要です。社会保障、税番号制度の導入に伴い、マイナンバーの記載と本人確認が必要となりますので、関係書類の準備をお願いいたします。問い合わせ、課税課、電話 443-1116。 成田税務署の申告期間、会場、平成29年分の所得税及び復興特別所得税、贈与税、個人消費税の申告書作成、相談と提出をイオンモール成田で行います。申告期間、2月13日火曜から3月15日木曜、土曜日曜日を除く、2月18日日曜、2月25日日曜は受付します。受付時間、午前9時から午後4時、提出は午後5時まで。申告会場、イオンモール成田、イオンホール、午前9時から10時の入場口は
立体駐車場3階連絡通路から入る2階 C 入り口のみとなります。納税窓口はありませんので最寄りの金融機関をご利用ください。納税証明書が必要な方は税務署職員までお問い合わせください。会場では発行できません。医療費控除の手続きが変わりました。平成29年分の申告から領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要です。領収書の提出は不要ですが自宅で5年間保存する必要があります。医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細書の記入を省略できます。平成29年分から平成31年分の確定申告は明細書の添付に変えて医療費の領収書の添付または提示によることもできます。申告書にマイナンバーの記載が必要です。平成28年分以降所得税及び復興特別所得税消費税及び地方消費税贈与税の申告書にはマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。本人確認する際に必要な書類の例1マイナンバーカード個人番号カードのみ2通知カード番号確認書類プラス運転免許証や公的医療保険の被保険者証身元確認書類問い合わせ成田税務署電話0476285151。第6回ご当地グルメアイデア料理コンテストが開催されました。第40回八街市産業祭りで八街市特産野菜人参、落花生、トマト、大根、里芋、さつまいも、生姜を使った料理やお菓子を募集したところ14点の応募がありました。10月29日日曜、中央公民館で最終選考会が行われ、プロの部、一般の部、中学高校生の部、それぞれ最優秀賞一作品、一般の部、優秀賞一作品、および中学高校の部、優秀賞4作品が決定し、最優秀賞については、11月19日日曜に開催された産業祭りで表彰式を行いました。入賞された方は次の通りです。入賞者のレシピは市ホームページなどで紹介します。問い合わせ納税課電話 443-1402。 プロの部最優秀賞もちっとさんが焼き魚屋徳ちゃん、徳重ゆりさん。一般の部、最優秀賞、八街ゴロゴロブラミニー、林和美さん、林智樹さん。優秀賞、ホクホクとろーり春巻き、高島豊さん、高島龍之介さん。中学、高校生の部、最優秀賞、とっても甘いピーナッツアイス、田中瑠璃さん、松木彩香さん。優秀賞、大根のはさみ揚げ、西崎萌えさん。赤ワイン仕立てソースのチーズインハンバーグと、大葉の和風ハンバーグ、浅野彩音さん。作ふわいもけんぴ大沢たくみさん。オムサラダ八街オムレツサラダ田中瑠璃さん松木彩香さん。以上の作品の写真が掲載されております。
八街市児童クラブ平成30年度入所希望者募集。平成30年度の八街市児童クラブ入所申し込みを受け付けます。4月2日月曜から入所希望の方は必ずお申し込みください。入所対象児童、市内小学校に就学しているまたは就学予定の児童で、保護者が就労や疾病などのため看護を受けられない児童、定員を超えた申し込みがあった場合、低学年の児童から入所を優先しますので、高学年の児童は入所できない場合があります。名称、所在地、定員、八街児童クラブ、八街歩219番地22、定員80人、八街北児童クラブ、八街路170番地14、定員45人、川上児童クラブ、大やる867番地1、定員80人、朝陽児童クラブ、八街派21番地4、定員90人、更新児童クラブ、八街路111番地33、定員45人、二州児童クラブ、山田台1番地定員40人、笹引児童クラブ、八街へ199番地133、定員40人、沖児童クラブ、沖1033番地定員30人、八街東児童クラブ、八街歩78番地2、定員50人、開所日時間、月曜から金曜日、授業終了後から午後6時30分、土曜日、小学校の休業日、午前8時から午後6時30分、延長保育、午前7時30分から8時、午後6時30分から7時、延長保育を利用する場合は別に延長保育料がかかります。日曜日、祝日、12月29日から1月3日は休業です。保育料、通常保育料月額8000円、8月のみ月額1万円、一人親家庭などは月額5000円、8月は6000円、延長保育料、午前・午後、月額500円、一人親家庭などは月額300円、午前・午後、両方申し込む場合は月額1000円、一人親家庭などは600円、申し込み期間、1月15日月曜から2月2日金曜、土曜日曜日を除く、入所申し込み書は1月9日火曜から子育て支援課で配布します。問い合わせ、子育て支援課、電話443-1693。環境保全ポスターコンクール、入賞者作品を展示。このコンクールは将来を担う児童・生徒の環境保全に対する意識を高め、より身近なものとすることを目的に、平成3年度より毎年行っています。今回は市内の小・中学校から257点の応募があり、その中から最優秀作品3点、優秀作品15点が選ばれました。問い合わせ、環境課、電話 443-1693
1406。展示場所、期間、市役所玄関ロビー、1月9日火曜まで。中学校の部、最優秀賞、山田蓮さん、八幡南中学校1年。小学校高学年の部、最優秀賞、柳美月さん、朝陽小学校4年。小学校低学年の部、最優秀賞、栗原音色さん、高新小学校2年。作品の写真が掲示されております。100歳を祝して市長が訪問、これからもお元気で。今年度100歳を迎えられる方へ、祝い金と内閣総理大臣からの祝い状と銀杯を手渡し、長寿を祝いました。本人などの希望により掲載していない方もいます。問い合わせ、地域包括支援センター、電話、443-1207。トムロトヨさん、オーヤル。並木豊さん、ロック。稲葉妙英さん、東吉田。林文子さん、夕日が丘。新宮文子さん、2区。勝又水さん、大東。田沢正弘さん、朝日。伊藤俊恵さん、泉台。皆さんの写真が掲載されております。1月の移動交番情報。5日金曜午前、イオン八幡店。午後、ファミリーマート八幡五宝区店。9日火曜午後、イオン八幡店。10日水曜午前、ランドローム東吉田店。午後、霞朝日店。11日木曜午後、セブンイレブン山田台店。12日金曜午前、コメリハード&グリーン八幡中央店。午後、イックコミュニティセンター。15日月曜午後、南部老人憩いの家。16日火曜午前、イオン八幡店。午後、上伊佐子安らぎの家。17日水曜午後、ファミリーマート八幡五宝区店。18日木曜午前、肘会コミュニティセンター。午後、ランドローム東吉田店。19日金曜午前、泉台区民センター。午後、セブンイレブン山田台店。22日月曜午後、イックコミュニティセンター。23日火曜午後、イオン八幡店。24日水曜午前、コメリハード&グリーン八幡中央店。午後、霞朝日店。25日木曜午前、南部老人憩いの家。午後、富山コミュニティセンター。26日金曜午前、ファミリーマート八幡五宝区店。午後、上伊佐子安らぎの家。29日月曜午後、ランドローム東吉田店。30日火曜
午後、イオン八街店。31日水曜、午前、南部老人憩いの家。午後、ビッグコミュニティセンター。午前は午前10時から11時30分、午後は午後2時から3時30分。諸事情により開設できない場合もあります。問い合わせ、桜警察署八街幹部交番、電話 443-1110。みんなの広場、お知らせ。毎月堆肥を無料配布します。環境課では、毎月月始めに、先着70人に、印旛衛生施設管理組合で作られた堆肥 10kg 入りを無料配布しています。一人一袋まで。1月は4日木曜から配布しますので、希望される方は環境課までお越しください。問い合わせ、環境課、電話 443-1406。 千葉県動物愛護センター、動物愛護事業、犬のしつけ方教室、事前予約制、基礎講座無料。日時、1月11日木曜、2月1日木曜、3月1日木曜、午前10時から正午。定員各20組先着順。犬の同伴はできません。実技講座、日時1月11日木曜、2月1日木曜、3月10日土曜、午後1時から3時。定員各10組先着順。会費3000円。実技講座は公益財団法人千葉県動物保護管理協会が開催しますので、事前予約は公益財団法人千葉県動物保護管理協会、電話 214-7814 にご連絡ください。マビークラス、予約制無料。子犬の飼い方、しつけ方などを学びます。日程などは千葉県動物愛護センターへお問い合わせください。一般譲渡会、予約制無料。センターの生犬、性病を譲渡します。日時、1月25日木曜、2月4日日曜、2月22日木曜、3月15日木曜。各日、午後1時30分から3時。受付、午後1時から1時30分。受付時間に遅れると、譲渡会には参加できません。飼い主探しの会、予約制無料。日時、1月13日土曜、2月3日土曜、3月10日土曜。犬、猫の欲しい方、午前9時から9時30分。犬、猫をあげたい方、午前9時30分から10時。会場はすべて千葉県動物愛護センターで行います。問い合わせ、千葉県動物愛護センター、電話 0476-935711。 平成29年度、移動暴力相談所を開設。公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議では、刑事民事問わず暴力団の絡むあらゆる問題について相談を受けています。次の日程で移動暴力相談所を開設します。開設日時、場所、1月17日水曜、印旛地域振興事務所。問い合わせ、公益法人千葉県暴力団追放県民会議事務局、電話 254-8930。 中途失聴者、難聴者とのミニ懇談手話学習会。
日時、1月21日日曜、午後1時30分から4時、会場、成田市中央公民館。申し込み不要、参加費は無料ですが、初参加時のみテキスト代1200円、要約筆記でサポートします。問い合わせ、NPO 千葉県中途出張者難聴者協会印旛事務所、電話 047-432-8039、 本部事務所、ファックス 461-6533。 平成29年度公益財団法人印旛沼環境基金助成事業成果報告会。当基金から助成を受け、印旛沼及び流域の水質浄化、環境保全のための活動をした学校や、一般団体などの活動成果報告会を行います。入場無料。日時、1月26日金曜、午前9時15分から午後3時15分、受付、午前8時55分から。会場、印旛合同庁舎。問い合わせ、公益財団法人印旛沼環境基金、電話 485-0397。 書き損じはがき回収キャンペーンを実施。年賀状など書き間違えて投函しなかったはがきを集め、切手と交換し、ユネスコ世界寺子屋運動に参加します。ご協力をお願いいたします。回収ボックスの設置場所、市内小中学校、千葉黎明高等学校、県立八街高等学校、八街市社会福祉協議会、八街商工会議所、中央公民館。締め切り、1月31日水曜。問い合わせ、八街ユネスコ協会事務局、原。電話、444-0622。放送大学4月生を募集。放送大学は平成30年度第1学期の学生を募集しています。10から90代の幅広い世代、約9万人の学生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど様々な目的で学んでいます。また、約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。詳しくは放送大学ホームページをご覧ください。ホームページ http://www.ouj.ac.jp/。 申し込み、第1回2月28日水曜まで、第2回3月20日火曜まで。問い合わせ、放送大学千葉学習センター、電話 298-4367。 労災特別介護施設ケアプラザのご案内。厚生労働省では全国8カ所に労災特別介護施設ケアプラザを設置しており、千葉県内では四街道市に設置されています。ケアプラザ四街道は、脊髄損傷、頸髄損傷、頭部外傷などの労災特有の傷病、障害に応じた専門的な介護サービスを提供しています。労災年金を受給されている一定以上の障害状態にある方は、ケアプラザへの入居ができます。入居の要件。1. 労災年金受給者で、労災保険法に基づく傷病等級または障害等級が第1級から第3級に該当し、在宅での介護が困難と認められる方。入居希望が競合した場合、60歳以上の方が優先。2. 60歳以上の障害等級第4級に該当する方で、在宅での介護が困難な方。
3、障害、保障給付支給請求書、または傷病の状態等に関する届けを、労働基準監督署に提出している方で、主治医の診断書から、傷病等級または障害等級が第1級から第3級に該当することが確実に見込まれる方。入居の手続き。労災による一定以上の障害状態にある方を、ケアプラザが行う面接調査結果を踏まえた第三者委員による審査を経た上で、一般財団法人労災サポートセンターと入居契約を締結することで入居できます。入居費、施設利用料、介護費。年間収入に応じた施設利用料をお支払いしていただきます。労災保険法に基づく介護、保障給付を受給されている場合は、当該受給額と同額の介護費も合わせてお支払いいただきます。介護保険適用除外施設であり、介護保険の被保険者とはなりません。一般財団法人労災サポートセンターホームページ http://www.roosaisc.org.jp/index.html 問い合わせ、ケアプラザ四つ街道、総務課課長代理、川野直樹。電話、433-0120。土地家屋調査士による、登記無料相談。日時、1月10日水曜、午前9時から正午。会場、千葉地方法務局桜支局。千葉地方法務局成田出張所。相談内容、土地、境界問題、分筆など、建物、新築、増築などの登記。問い合わせ、千葉県土地家屋調査士会、印旛支部長、岩渕英二。電話、485-1835。八幡駅北口1を開催します。日時、1月14日日曜。雨天中止。午前9時から午後3時。会場、八幡駅北口ロータリー隣。内容、学校の会による和太鼓演奏。八幡産落花生、新鮮野菜、ラーメン、焼きそばなどの販売。問い合わせ、八幡未来、岡田。電話、443-4359。こんにちは、保健センターです。申し込み、問い合わせ、健康増進課。電話、443-1631。愛の献血にご協力ください。献血とは患者さんが安心して輸血を受けることができるように、健康な人が善意によって無償で自分の血液を提供することです。人間の生命を維持するために欠くことのできない血液は、医療が発展した今日でも人工的に作ることができず、また長い期間にわたって保存することもできません。冬場は特に風邪など体調を崩す方が多いことなどから献血される方が少なく血液が不足しがちになります。輸血を必要としている患者さんに血液を安定的に届けるためには多くの方からの年間を通じた継続的な献血が必要不可欠です。献血可能年齢、全血献血の場合、16から69歳、65歳以上の献血は、献血される方の健康を考え、60から64歳の間に献血経験がある方に限ります。
日時2月22日木曜午前10時から11時45分午後1時から4時会場総合保健福祉センターロビー献血カードをお持ちの方は献血可能日をご確認ください。広く各世代の皆さんの献血に対するご理解、ご協力をお願いいたします。ママになろう、ハッピールームに参加しませんか？妊婦さん同士一緒に学ぶ楽しい集いの場です。妊娠、出産、子育てへの不安がある方、身近に妊婦さんや子育て中の人がいないという方、お待ちしています。妊娠中のひとときを楽しく過ごしませんか？日時1、2月5日月曜2、17日土曜3、28日水曜1から3で1コースの日程です。ご都合のいい日程のみの参加も可能です。2月17日土曜はパパやおばあちゃんなど家族一人と一緒に参加できます。会場総合保健福祉センター。内容助産師の話、フリフリマタニティ体操、ママハピカフェ、先輩ママ&赤ちゃんとの触れ合い、栄養の話と調理実習、歯の話、お風呂の入れ方など。対象、出産予定日が4月から6月の方。対象以外の方で参加希望の方はお問い合わせください。定員20人先着順。参加費500円、調理実習の材料費。すくすく相談、予約制。保健師、栄養士、歯科衛生士が育児に関する様々な相談に応じます。相談は無料です。日時1月19日金曜午後1時30分から3時、会場総合保健福祉センター。対象1歳6ヶ月未満のお子さんとその保護者。持ち物母子健康手帳、バスタオル。非常勤職員随時募集中。結婚や出産でブランクのある方、子育て中の方も持っている資格を地域で活かして働いてみませんか？対象、保健師、助産師、看護師のいずれかの資格を持つ方。特に簡単なパソコン作業ができる方、大歓迎です。内容、母子保健業務、検診、相談、母子健康手帳交付など。勤務時間、勤務時間、日数は相談に応じます。賃金、助産師、保健師、時給1300円。看護師、時給1230円。交通費、1日100円。片道2キロ以上に限る。母子に関する教室で一緒に働きませんか？母子保健事業の母子に関する教室に協力してくださる方を募集します。対象、看護師、保育士、幼稚園教諭、いずれかの資格を持つ方。保育士はリトミックや手遊び歌などの簡単なピアノ伴奏ができる方。勤務時間、母子に関する教室開催時、月2、3回程度。賃金、看護師時給1230円、保育士時給1200円、幼稚園教諭時給1100円。交通費、1日100円、片道2キロ以上に限る。ボランティア募集中、登録制。親子対象の教室などを開催した際に、お
子さんを保育していただけるボランティアを募集します。保育対象は主に生後4ヶ月頃から就学前までのお子さんで、保育時間は2時間程度です。乳幼児と遊んだり抱っこやおんぶをします。保育士資格は問いません。お子さんが大好きな方、ご協力をお願いします。子育て親子の交流の場、親子サロンひまわり、日時月曜から金曜日午前9時から午後4時、会場総合保健福祉センター3階、正午から午後1時は閉鎖、スポーツプラザ日時1月5日金曜、10日水曜、12日金曜、17日水曜、19日金曜、24日水曜、26日金曜、31日水曜、午前9時から午後4時、会場スポーツプラザ2階会議室、24日の午前9時から11時30分は子育て支援サポーターがいます。使用の注意事項、特定の団体のみの使用はできません。事故や怪我などには十分注意してください。問い合わせ、子育て支援課、電話 443-1693。 医療講演会脳卒中ってなんだろうを開催します。成田富里特集会病院脳神経外科長の篠原千恵氏による講演会脳卒中ってなんだろうを開催します。八街市の死因を見ると、脳卒中を含む脳血管疾患は癌や心疾患について高い怖い病気です。申し込み不要、参加費無料。日時1月30日火曜午後2時30分から3時30分、受付午後2時から、会場中央公民館、定員90人、先着順。問い合わせ、成田富里特集会病院地域連携室担当田中、電話 0476-931001。 高齢者向け自転車の交通安全教室を実施、11月13日月曜にシルバー人材センターと中央公民館で高齢者向けの交通安全教室が行われました。桜警察署の指導のもと、24人の参加者が自転車の安全な乗り方について実習しました。その時の写真が掲載されております。図書館に行ってみよう。図書館のホームページ https://www.libraray.yashimata.chiba.jp 電話番号 043-444-4946。 1月7日日曜は成人式のため、図書館、視聴覚教材センター、郷土資料館は臨時休館します。今月の催し、絵本が動く映画会、対象5歳程度から、1月13日土曜、午前10時30分からと、午後2時から各40分、花咲山、もちもちの木、パラダイスシアター、1月9日火曜、午前10時30分からと午後2時から各84分、1月21日日曜、午後2時から
84分。北極のナヌー、一匹の白熊ナヌーの物語、自然ドキュメンタリー。1月16日火曜午前10時30分からと午後2時から各90分。夜回り先生、水谷修のメッセージ、ルポルタージュ。新春本の福袋。図書館では新春本の福袋を用意しました。どんな本が入っているかは借りてからのお楽しみ。一つの袋に5冊入っています。日時、1月5日金曜からなくなり次第終了。内容、一般向け25セット、児童向け25セット。貸し出し期間2週間。今月の休館日、1日、2日、3日、4日、7日、8日、15日、22日、29日、31日。図書館は休館日を除く毎週水曜日、金曜日は午後7時まで開館しています。1月の移動図書館ひばり号巡回予定日時、17日毎月第3水曜日、肘貝コミュニティセンター、時間午後1時40分から2時、江ノ城第二児童公園付近泉台、午後2時20分から2時40分、富士の大集会所、午後2時50分から3時10分、緑台第一児童公園、午後3時30分から3時50分。18日毎月第3木曜日、二州小学校沖分校、時間午前10時10分から10時30分、八街市役所、午後0時40分から1時、富山コミュニティセンター、午後1時20分から1時40分市営住宅朝陽団地、午後2時10分から2時30分。10日、24日、毎月第2、第4水曜日、二州小学校、時間午後1時10分から1時30分、宮の原コミュニティセンター、午後1時50分から2時10分、上伊佐子安らぎの家、午後2時20分から2時40分、吉倉ガーデンタウン、午後3時から3時20分、希望が丘、午後3時40分から4時。11日、25日、毎月第2、第4木曜日、市営住宅笹引き団地、時間午前9時40分から10時、大やる子供の遊び場、午後1時50分から2時10分。持ち草公民館、午後2時30分から2時50分。旭区コミュニティセンター、午後3時20分から3時40分。暴風雨、降雪などの悪天候の時は運行を中止します。夜間及び休日の市税納付、納税相談窓口。日時、夜間、1月9日火曜、16日火曜、23日火曜、30日火曜、午後5時15分から8時。休日、1月28日日曜、午前8時30分から午後5時。会場、納税課。内容、市税の納付、納税相談。問い合わせ、納税課。電話 443-1115。 市役所の日曜会長日、今月は1月28日日曜です。市民課、課税課、納税課、国保年金課で業務の一部を取り扱いますのでご利用ください。住民移動が伴う業務、国民年金業務は取り扱うことができません。今月の納付、市県民税4期、国民健康保険税7期、
相談コーナー、相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。法律相談弁護士、1月10日水曜、17日水曜、午後1時から4時、総合保健福祉センター。受付は先着10人まで。申し込み電話で相談当日午前8時30分から社会福祉協議会、電話 443-0748。 心配事相談、毎週水曜日祝日を除く、午後1時から4時、総合保健福祉センター。問い合わせ社会福祉協議会、電話 443-0748。 気になる子どもの個別相談、1月29日月曜午前10時から午後3時、総合保健福祉センター。予約制で受付は先着6人まで。問い合わせ社会福祉協議会、電話 443-0748。 年金相談、年金相談は隔月偶数月第3木曜日の開催となります。問い合わせ国保年金課、電話 443-1139。 交通事故相談、1月19日金曜午前10時から午後3時、総合保健福祉センター。予約制で相談希望日の2日前までにご連絡ください。問い合わせ防災課、電話 443-1119。 人権行政相談、1月25日木曜午後1時から4時、総合保健福祉センター。人権擁護委員と行政相談委員が相談を受け付けます。問い合わせ総務課、電話 443-1113。心の健康相談、1月15日月曜午後2時から4時、総合保健福祉センター。予約制、問い合わせ障害福祉課、電話 443-1649。 弁護士相談、市税滞納者、1月28日日曜午後2時から4時、納税課、受付は先着6人まで。申し込み納税課窓口または電話 443-1115。 家庭児童相談、毎週月曜から金曜日祝日を除く、午前9時30分から午後4時、総合保健福祉センター。電話相談も受け付けます。問い合わせ子育て支援課、電話 443-1693。 学校教育相談、毎週月水金曜日祝日を除く、午前9時から午後3時、八街市教育支援センター。電話相談も受け付けます。問い合わせ八街市教育支援センター、電話310-5017。 家庭教育相談、毎週火曜から木曜日祝日を除く、午前9時から午後4時、中央公民館内社会教育課。問い合わせ社会教育課、電話 443-1464。 消費生活相談、毎週月曜から金曜日祝日を除く、午前9時から午後4時、商工観光課内。問い合わせ八街市消費生活センター、電話 443-9299。 以上で平成30年1月1日発行第796号声の広報八街を終わります。今年も1年健康に気をつけて
お元気にお過ごしください。朗読は朗読グループやまびこでお届けいたしました。